皆さん、お元気ですか？牧師 YouTuber の神野直樹です。出前牧師神チャンネルにようこそお越しくださいました。どうぞお入りくださり、最後までご視聴お願いいたします。グッドボタンやチャンネル登録もこの機会によろしくお願いいたします。本日2月23日木曜日、天皇誕生日。人生〇〇丸儲けという題でお話をしたいと思います。儲けるっていう字は信じるプラスものって書きます。信者です。つまり信者こそが儲かる人。でもその前提は何を信じるか。イワシの頭も信心からみたいなものではなくね、確かな神を信じる人。まあそうするとね、良いことが起こったら感謝できる。でもマイナスのことが起こったらマイナスがプラスに変わるので感謝ができる。皆さん、そういう人生、それが信者であり。皆さん、やっぱりね、感謝して生きてる人はね、その人生が祝福されますね。何が問題だったのか。感謝が足りなかったんではないでしょうか。で、感謝させるための一つのね、聖句を今日皆さんにお伝えします。ローマ8章28節です。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。皆さん、これをね、あなたのハート、あなたの頭の中にインストールしましょう。万事益となる。全部が益となる。良いものに変わる。アガソスなんだ。プラスはプラスだから感謝できる。でもマイナスもプラスに変わるから。ということは全部感謝できるじゃないか。皆さん、そういう人生をね、生きていくことができたら、私たちは豊かですね。だから人生丸々、丸儲けなんです。それは神を信じる者、信者に与えられる世界。皆さん、神を信じたら、そのような心躍るような自由な人生がある。真理はあなた方を自由にすると語ります。神を信じ、神を見上げ、いつも神と共に私たちは歩んでいこうじゃないでしょうか。生を生きれない重荷や悲しみ、すべてご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょうね。ごきげんよう。さよなら。